背番号8番、岩渕亮太です。皆様、いかがお過ごしでしょうか。僕は、もともと家が好きなので、まあ、それなりに楽しく毎日過ごしています。まあ、でも、サッカーできない状況が続くと、やっぱりサッカーしたいなっていう気持ちが、湧いてきて、やっぱり自分はサッカーが好きなんだなっていうことを再確認している日々です。今は、大変な時期ですけど、まあ、みんなで自分にできることをみんなで今頑張っていきましょう。